兄ちゃんいる？どうした？何かあったのか？新作の爆弾とかあったら見せてもらおうかなと思ったんだけど。今な、パチンコの玉を作っていたところなんだ。え、どんなの？見せて見せて。蛍光塗料を入れた玉で、当たるとちょっとやそっとでは色が落ちないから、ターゲットを見失いたくない時に役立つぞ。それいいかも。今度使わせてね。あ、床がピンク色になってしまった。ああ、お母さんに怒られるかな。カーペットを裏返しておくか。根本的な解決になってないよ、お兄ちゃん。じゃあ私また行ってくるね。ああ、気をつけて行ってこいよ。あ、お兄ちゃん、ただいま。おかえり、アンズ。これが当番組が独自に入手した怪盗アプリコットの映像です。2人ともご飯できたわよ。はーい、着替えてくるからちょっと待って。着替え完了です。行くわよ。了解、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。今日はこのまま帰ろうっと。はあ、今日も疲れた。早く帰ってシャワーでも浴びたい。誰だそこにいるのは。えっ、あ、お前怪盗アプリコットだな。毎日ここで待っていた甲斐があったな。綾瀬君。僕は探偵の綾瀬望む。怪盗アプリコット、お前を捕らえるのが僕の使命だ。おとなしく捕まりたまえ。いいわよ、捕まえられるもんなら捕まえてみなさい。言ったな、そこを動くなよ。やだよ、私もう帰るんだもん。帰るってどこに？家に決まってるじゃない。じゃあその後を尾行すれば君の正体がわかるわけだ。尾行できればわかるからね。僕は尾行にはちょっと自信があるんだ。あまり見くびってもらっちゃ困るな。じゃあね、名探偵さん。空を使うのは卑怯だぞ。ちょっと待てったら。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃ、おやすみなさい。行ってきます。お兄ちゃんもついていこうかな。それはちょっと。そうだよな。もうそんな顔しないでよ。また後でね。そうだな、また後で。気をつけて行ってくるんだぞ。じゃあそうします。打ち合わせ中なのかな。休憩入ります。ラッキー。お疲れ様です。お疲れ様。暑くて大変ですね。君たちもね、撮影が終わる頃にはみんな真っ黒になってたりしてね。電気くん、このシーンのことなんだけど。うん、じゃああっちで話そうか。ちゃんって本当に仲がいいのね。おーい、そこのちょっと手伝ってくれ。あ、はい、今行きますいる？あんず、学校に来とったんやな。どないしたん？ちょっと時間が空いたから寄ってみたんだけど、そんなら部長直々に個人レッスンに付き合うてやるやないか。個人レッスン？夏休み中ずっとトレーニングサボってたら、さすがに2学期になった時困るんとちゃう？少し練習しないとね。よっしゃ、じゃあ行くで。ほら、張り切ってスタート。次も頑張ってよ。ほな次のお題いってみようか。これがラストや。アンズの放送が人気あんのもわかるわ。でも前誰かが涼子ちゃんの声が好きって言ってたよ、男子で。え、ほんま？誰やろう。また時間が空いたら遊びに来てな。うん、またね涼子ちゃん。涼しい、生き返る。外はそんなに暑いの？え、誰？こんにちは、アンズ。元気くん、こんなところで何してるんですか？何って、本を読みながらコーヒーを飲んでいただけだよ。単にバレたら騒がれますよ。大丈夫、そうなったらここのマスターがうまく逃がしてくれるし、いつもグラサンと帽子で顔を隠して隅の方でこっそり飲んでるんだ。いつもってことはここにはよく来るんですか？うん、ここのコーヒーが気に入ってるんだ。アンズもここの常連？同級生がここでバイトをしているんです。そういえばアンズは高校生だったよね。私は高校2年生です。確か元気くんは？僕は中3。ねえ、高校って楽しい？もちろん、すっごく楽しいです。そっか。元気くんは来年から高校に行くんですか？まだわからない。じゃあね。あ、お邪魔しちゃってすみません。こんなところで元気くんに会うなんてびっくり。望月さん、いらっしゃい。元気くんと知り合いだったんだね。あ、こんにちは。元気くんがこの喫茶店の常連だったなんてびっくりしました。常連って言っても夏休みに入ってからだけどね。今海の方で撮影やってるんだって？はい、映画の撮影だって聞きましたけど。今日はアツシ来てないんだけど何か飲む？ごちそうするけど。本当ですか？じゃあアイスミルクティーください。はい、了解。ここだったら元気くんとゆっくり話ができそう。また来よっと。のゲストは川村元気くんです。こんばんは。相変わらずすごい人気ですね。こんばんは。皆さんにお会いできて嬉しいです。おかえり。今日は母さんが演奏会でいないから出前取るぞ。何がいい？お兄ちゃんと同じでいい。じゃあ激辛キムチ丼2つと。やっぱり自分で選ぶわ。そうか。決まったら教えろよ。着替え完了。ヒース、行くわよ。了解、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。予告状の配達よろしくね。了解、行ってきます、ご主人様。さてと、昨日は元気くんのところへ予告状を送ったのね。じゃあレッツゴー。本当に来るとは思わなかった。君も結構ずうずうしいね。何よ、来てもいいって言ったじゃない。社交辞令もわからないのか。相変わらず性格悪いわね。悪いけど今日はこれから打ち合わせが入ってるんだ。まだ何も話してないのに。僕はいてくれても構わないんだけど、君は困るだろう。はいはい、分かったわよ。じゃあまた来るわね。今度はプラムドと一緒に来てくれないかな。そうしたら歓迎するよ。無茶言わないでよ、もう。冗談だよ。じゃあな。元気くんってもしかしてすっごく年上が好みだったりするのかしら。まさかね。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃあおやすみなさい。ご飯よ。着替えて降りてらっしゃい。はーい。まみこの占いカウントダウン。さて今週の最下位はおはよう。お母さんおはよう。今日の朝ごはんはあんずが好きなフレンチトーストよ。本当？しっかり食べて今日も一日頑張るのよ。うん、任せといて。行ってきます。行ってらっしゃい。おかえり、アンズ。試験は順調か？まあ、それなりに順調かな。パソコンで何やってたの？ネットで辛いもの関係のレシピを集めていたんだ。すごく美味しそうな鍋があったから冬になったら一緒に食べような。うん、でもあまり辛くしないでね。分かってるよ。じゃあまたね、お兄ちゃん。ああ、いってらっしゃい。